田選手 VS カイラー軍。あー面白いですね、これフェザー級ですね。こんな試合あったんですね、俺知らなかったけど。芦田選手は金原さんに KO 負けからの復帰戦で、カイラー軍選手はクレベルに、初の一本負けからの復帰戦、復帰同士の両者、フェザー級戦線に生き残るのはどっちだということで、はいはい、まあ、カイラー軍選手に、まあ、かけた理由はシンプルにまず実績、うんうん、パンクラスで上位だったし、本当1位2位ぐらいまでいったと思うし、で、伊佐尾選手とかとも5ラウンド判定まで5分、5ラウンドしのぎ合ってるし、まあケラモフとかにも負けたけど判定までいってるし、まあ結構強い選手かなっていう、まあ今回ちょっとカイラー軍選手が勝つかなっていう。なるほど。芦田選手もまあいい選手なんですけど、ちょっと劣るかなっていうのは思うんですね、正直。お互いに全体的になんか、なんていうかな、2人ともそつなく全部できるタイプなんですけど、その上位互換的な感じがするカイラー軍の方が、俺は確かサウスポー同士で本当似てるんですよ、同じ感じなんですよね。でも全体的に少しだけカイラー軍の方が強いんじゃないかっていう俺の印象なんで、まあ、カイラー軍選手